あ、声大丈夫？あ、いや、あーって、ちょっと待ってて。はい、どうだ。どうですか？戻りました？ごめん、Bluetooth つながってたわ。申し訳ね。失礼、失礼。そう、ほんで 本当今お家に着いたんですよ。そう、7時、今日の舞台が7時開演で、夜のね、夜公演は。で、マジでもう10時ぐらいに終わって、そう、めっちゃ10時体感なのなんですけど、だからめっちゃ急いで出てきて、急いで帰ってきたけど、こんな、そう、遅くなった。キャッチフレーズ、あれ、キャッチフレーズ聞こえてなかったかな。なので、でも明日もあるので、もうご飯食べて、今ご飯を食べて、お風呂入って寝ます。さあ、あと洗濯も今回してるので。ね、明日もこのスケジュールだから、夜、昼、夜、今日と一緒だもんね。1時半開演と19時開演。なるべく早く休んで、明日に備えよう。だから免許で、そうだよね。皆様というか、世間の方々はあれだよね、今日から3連休ですよね。喉とか大丈夫ですかって、なんとかって感じ。基本喉はね、強い方なんですけど、やっぱり今回はがなりが私はめっちゃ多いので、そう、がなってるところがとっても多いので、そうね、がなった直後とかは結構ガスガスしちゃってるんですけど、お家まで戻ってくると全然。大丈夫です。最近はコンビニのご飯がすごく多くて、そろそろ自炊したいな。なんピーマンの肉詰めがとっても食べたい。そう、コンビニのね、ご飯もね、めっちゃ美味しいんだけどね、さすがにちょっと夜が遅いので、今の期間は我慢。これらを食べきれるのか そう、でもね、こうなんかさ、しっかり食べないとさ、なんか体調崩しそうで、今メンバー AKB のメンバーとかもさ、みんななんか体調崩してる子がすっごい多いから、そう、みんな風邪ひいてんだって。そう、だからなんとか なんとかなんとか、ちょっとでもいっぱい食べて、風邪をひかないように。ちょっと武道館風邪になるのはマジで嫌だからね、ちょっと本当に。ということで、じゃあいただきます。今日のラインナップは まずサラダ見て、カニカマ入ってるんです。カニカマ入ってるサラダと納豆と、あとこのちっちゃいさ、なんかちっちゃいお弁当みたいなのがあって、そう、お米これにして、あとはキムチの鍋、スープ、キムチスープみたいなの買いました。いただきます。そう、
カニカマ、このさ、このサラダはセブンイレブンに売ってるんですけど、このサラダがいっちゃん好き。カニカマ入ってるやつ、うん、うんうん、うんうんうん、ドレッシング何かける、いやこれはねもともとついてるんですよ、何味のドレッシング、なんか書いてたけどみたいな、かって、でも美味しいの。うまっ、うん、今日も2公演頑張った、俺も最近毎日のようにサラダ食べてて、ナイス。一緒にサラダ食べよう。うん、配信見たよって、本当？嬉しい。そう、今日配信あったんですよ。うん、ありがとうございます、嬉しい。嬉しい、ありがとう。白米は食べないようにしてるの。え、全然全然あるよ、ほら白米。うん、ちゃんとお米も食べる。別にダイエットとかしてるあれじゃないから。お兄さん今とりあえず風邪をひかないようにの徹底してご飯を食べている。うん、本当って本当にさ、ご飯って大事だよね。うん、多分おじさん今喉も今、まあか、なんだろう、めっちゃいい状態っていうわけでもないからさ、なんかちょっとでも免疫とかも弱ってそう、だからなるべくいっぱい食べて、うん、なんちゃらしなくても太らないもんね。その不思議になるけど、もう太るからね。うん、割とすぐ太る体質なんだよ。スーパー行った方が開いてないんだよね、もう西新地の近くのスーパーは。この時間コンビニしかないの。ちょっと遠くまで歩けばあるんだけど、遠くまで歩くのも嫌だから、時間も時間だし、うん、これコンビニになっちゃうな。マジで歩いて3分とかにスーパーあればいいのにね。うん、次のお家はそうしようと。ほんと私はこのお家に内見に来れなかったからさ、だから周りにどんなものがあるのかとかも分かんないまま ここに決まったからさ、うん、
の声の形見ました。上野すごく良かったって。本当に嬉しい、ありがとう、うん、嬉しい、ありがとう、頑張れるわ、あと残り3公演。みんなそれぞれ苦しんでたねって。ほんとそうなんだよね、この舞台。もう今日折り返したので残り半分。まずサラダごちそうさまでした。もう中いっぱい。うん、食べれるけどまだ。なんとったよ。納豆もいいよね。2人もすごかったって。いや本当そうなんだよ、今回主演すごすぎて。もうあのセリフ量とあの膨大すぎるものを覚えて挑んで、本当にすごい、うん、納豆は小粒派です。一緒、もしも小粒が好き。これ小粒。大成さん歌いっぱなしだねって。いや、ほんとそう。マジで大成さんとレナちゃんを見に来てほしいって思うぐらい、ほんとにすごいんだよね。うん。あの二人の努力を見に来てほしいって思える舞台なんですよ、今回。本当に、うん、本当すごい。いつから納豆好きになったの？いつから？昔から好きだけど、うん、ご飯。うん。うん、納豆は昔から大好きです。うん、これも美味しい。お魚乗ってるやつ。この弁当もまた。お風呂上がってから全部完食しよう。うん、一気にご飯食べられないんですよね。うん、ちょっとずつになっちゃう。うん。うちのスープいただきます。おいしい。おいしい。
キムチって美味しいよね。もしお鍋の中だとキムチ鍋が大好き。うん。うん、豆乳鍋がいいやって。マジ？私あんま食べたことないんだよね、豆乳鍋。私はキムチ鍋か水炊きが好きなんですよね。なぜ喉に悪いのに買ったって。これこれ野菜いっぱい入ってるから野菜食べた。そう、1日分の野菜って書いてたからそれに惹かれて買った。あれ嬉しいよね、1日分の野菜って書かれてたら買いたくなっちゃう。うん、なんかあれだけでよし自分偉いってなんかなる。そんな文字のものを買っただけで。ちゃん今日迎えに来るって、ごめん遅れてないの、朝送んなきゃね、10時間に合わないんだよね、帰る準備してたら。明日はちょっとどっか夜じゃない時に送ることにちょっと挑戦するわ。11時半。お風呂、お風呂ちょっと追い炊きしてきてもいい？ちょっと追い炊きだけして、出て出て、いたたたたた。疲れた。私が疲れただなんて言ってられないよね、主演があんな頑張ってるんだから。ほんと、体がバキバキ。いや、体というより首と肩と頭がなんかガチガチ、なんか、でも今回はカラコンがなくていいので、それは本当に助かってる。 2.5 系の舞台をやるとカラコンを入れなきゃいけないから、本当にコンタクトが大西は苦手で、だからそれがないだけ全然全然負担が違う。
カラコン必須って、カラコン必須の舞台が多いかも 2.5 は。うん、まあアニメとかねそういうのがあるから。うん、さんの時も入れてましたね。そう入れてた。1月にする舞台はやる？うん、1月の舞台でもカラコン入れない。うん、歌番組とかもカラコンしないの？いつもみんなが使うようなやつ。無視はしないかもね。まあする子はしてるんじゃない？まあ、わかんないけど、私は苦手なので目にそのコンタクトっていうのを入れるのが、うん、元カレの時ぐらいって、あそうだね、元カレの時は指定があったね MV。 うん、目の奥すっごい痛くなるよね。眼球がもう痛ってなって、痛いというかもうめっちゃ疲れちゃう。うん、視力いいの？昔は良かった。今はね、だいぶ悪くなったかも。かといって全然メガネとかをつけるほどでもないんだけど。今測ったらどんぐらいなんだろうね。0.8 とかそんぐらいに落ちてそう。0.87。6とかわかんないけど、うん、やっぱ遠いところの文字がね読めなくなったの。駅歩いてて上に文字とかあるじゃん、あれはね見えない、遠くから歩いてるとぼやけちゃう。近くのやつは見れるんですけどね。うん、健康診断とかしないのね。自分で受けに行かなきゃね、マジで。いつか時間ができたらマジで行くわ、来年とか。うん、うん、こういうそういうのがないからね、の会社で やるみたいなのがね。そうそうそう、なんか自分で行かなきゃね。働いてる方々、会社とかでね働いてる方々はね健康診断あるんだもんね、1年に1回ぐらいね。うん、これいいよねめっちゃ。うん、バリウム飲むんでしょ。
家入ってから健康診断で1回もしたことないなんてないないです。うん、うん、バリウムって35歳以上なんだ。え、健康診断と人間ドックって違うの？何が違うの？健康診断と人間ドックってどっちも一緒じゃないの？違うんだ。一緒かと思って今話してた。検査項目が全然違った。ああ、そうなんだ。じゃあ健康診断ってどこで受けたらいいの？人間ドック、どっちも病院？健康診断は30分ぐらいで帰れるって。へえ。健康診断って何し、あの、検査するの？身長とか測るやつ？身長測るよってマジ？何何？48歳だけど健康診断で身長測られてます。いいやん。なんで48歳でもいいやん。なんでよ。身長伸びてる？伸びない？縮んでる？いやなんか何歳ぐらいになったらあれ身長縮むんだろうね。私これ以上縮みたくないよ。マジで。身長測りたいよね、久しぶりに。血液検査あんのか。やだな。でも注射はね、打った。何回か血抜いた。割とここ 1,2 年大西。大人だよね。自ら行ってさ、注射でさ、刺されてさ、本当大人になったなって思った。ここ 1,2 年で。偉すぎ、マジ、うん、本当に1日分の野菜入ってんだよ。めっちゃ野菜なくなんないんだけど。そっかそっか。健康診断な。そうか、じゃあみんなは健康診断もやって人間ドックもやってるんだ。大変だね。でも絶対大事だよ。自分の体今どうなってるか分かんないもんし。うん。うん。うん、人間ドック受けたことない。あ、そうなの？そうなんや。人間ドック受ける会社もあるよね、多分。ね。ね、大西のママそうだもん。バリウム飲んでくるってやってた。人間ドック。うん、場所によるんだろうね。
私は1年に1回受けるのが義務だよ。あ、ママもそれかも。うん、ママにさ、毎年受けてる、受けてる気する。ママ毎年と、うん、分かんない。うん、だから会社のやつで行かない、自分で、会社のやつで行かないと自分で行かんなあかんことなんて、それは自腹になっちゃうからみたいな言ってた気がする。うん、最近その話した。うん、うん、なんですね。うん、じゃあ割とみんな人間ドックは行ったことないんだ。一緒。うん、うん、先日は夜ご飯食べられるんだ。そうだよね、夕方ぐらいからお水しか飲んじゃダメみたいな。で、受ける直前お水も飲んじゃダメとか、なんかあるよね。ね。うん。なんとお腹が苦しいんだ。サウナのために旅しようってテレビやってる。マジでサウナ行きたい。お風呂沸いた音した。今ちょうど鳴ってる。じゃあちょっと一旦休憩、ご飯はちょっと一旦休憩にして、お風呂上がってまた温めてちょっと食べよう、寝る前に。じゃあ一旦ごちそうさまでした。美味しかった。これちょっと一口、あ、でもちょっとコップないわ。あとでヨーグルトも飲もう。ということで、お風呂が沸いたので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。美味しかった。いきます。1位さとちゃんとマークオニシグンさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がさとみちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がマークアコーダとマークオータグンオニシダイチクーテダさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がヨッチャンドユーももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がカンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がアックン、ありがとうございます。イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がコバアットマークオニシオシさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がツバサーさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がさとまるさん、ありがとうございました。イエイ。皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、
桃色を。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ということで、では明日も、声の形昼夜2公演頑張りたいと思います。ぜひぜひよかったら明日土曜日か、お時間ある方は遊びに来てくださったら嬉しいです。ではバイバイ、明日も頑張ります。見に来てくださった方ありがとうございました。じゃあね、おやすみ。あ、配信見てくれた方もありがとう、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。